稲垣さん、お疲れ様でした。まずは古庄さんとの連携で。はい、前々頑張ってくれたと思います。もうレース運びも申し分なかったし、はい、まあ、ちょっと吉田俊君と接触して、まあ、無知行くコースを選択しましたけど、はい、まあ、そのあたりの判断というか、その見極めという部分では、そうですね、自分にも余裕、足の余裕はあるし、いい判断はできているかなと思います。立ち上がりの段階で決勝まで、そうですね、まあ、連日近畿の仲間が頑張ってくれているおかげで決勝まで勝ち上がれたと思います。まあ、もう一つ残ってますけど、今の中では、まあ、三谷隆一さんもすごく力強い走りだったですし、はい、すごくいいレースだったと思います。はい、明日しっかり連携していきたいと思います。まあ、ちょっと昨年の大会が失格という部分でもあったので、今回はそうですね、その気持ちを一番に今回持ってきましたし、やっぱり決勝でお客さんに迷惑かけたんで、そこはしっかりと今回頭に入れながら臨んでいます。ありがとうございます。はい。